大家好。はじめまして。私は日本の VTuber、マオシルフィーユと申します。台湾では何て読むんだろう。マオは猫という意味なので、マオと呼んでください。私は VTuber ですが、ただの VTuber ではありません。VTuber になる前から10年以上プロ占い師として活動しています。日本では大人気の占いですが、台湾では日本以上に占いの文化があると聞いています。私は占いでも日本発祥の開運占いである九星気学、その他タロット、手相など複数の占いを使っていろんなお悩みを占っております。そして私の好きなものは日本のテレビゲームです。しかも新しいものではなくレトロゲーム。スーパーマリオブラザーズとか知ってますか？大好きです。YouTube でも昔の懐かしいゲームに挑戦していますので、占いに興味がない方でもぜひゲームの動画を見に来てくださいね。よろしくお願いします。バイバーイ。